はい、皆さんこんにちは。星空の招待席の時間がやってまいりました。ですね、もう星空というとですね、未来でこう喋ってる方が最近楽しくなっちゃいまして、私の友達でですね、一人なんかすごく星に熱心な方がいらっしゃいまして、オーロラ見に行ったりなんか、まあここは匿名で行きたいと思うんですけども、そのね、方がね、いろんな写真をアップしてくれてるんですよ。いろんな国行ったり、また地元じゃないはずなんですけど、どこかの天文台で、カメラ使って写真撮ったり、あれを見ると、ああ俺もやってみたいななんて思うんですけど、できない現状があります。家には40センチの望遠鏡とか、いろいろあるんですけど、残念ながら持ち出すのが不可能なくらいでかい。そんなわけでしばらくね、広いところに移って天文台でもなんか作んない限りは見れないかなと思って、グリフィス天文台で我慢してるということですが、今週も、いろいろ行ってみたいと思います。でとりあえずですね、地球に似た系外惑星、これ大好きなんですけどね、これ内部構造がよく分かったということで行ってみたいと思います。それでは、星空の招待席です。いつもこの人ですね。はい、ではですね、軽く読みましょう。地球サイズの内部構造は、まず一番外側に薄い核があり、まあ地殻ってやつですね。これは我々も同じで、地表、石のところとかね、砂とか、それ全部地表ですね。これは岩盤がありますね。そして、その内部に厚いマントル、そして中心に火星サイズの核があるってことなんですよ。まあ、太陽系の惑星のうち地球のように岩盤を主成分とするものの内部は一体どんな構造になってるんだろうかというのが今回のねテーマなんですけど、モデル計算によればやはり全て地球に似ているということのようなんです。では他の恒星の周りを回っている岩石惑星の構造はどのようになっているんだろう。はい、地球と同じような三重構造だろうか。最新の研究ってどうやって研究しているのか分かりませんが、イエス、地球に似て、とても似ているということのようだということですね。ハーバード・スミスソニアン天文台物理センター、これは CFA というらしいですけど、これはね、ライ・ゼングさんという人なんですけど、らは、その人たちですね、地球内部に関する標準的モデルである、これなんだ ?PREM?なんだろう、まあそういうものがあってに手を加えて、地球と質量や組成の異なる天体用に調整した上で、質量と、大きさがよく分かっている6つの岩石惑星系をモデルに当てはめてみたってことなんです。まあシミュレーションですね。すると6つ全てが地球と同様に、惑星の質量の3個にあたる量のニッケルや鉄からなる、核を持つことが分かったと。核の外には地球と同様マントルと核があると考えられていると、私たちが地球の内部構造を知っているようになったらほんのここ100年、そうですよ、そこまで掘ってないんですからね、それなのにも、もう他の恒星の周りを回っている惑星の内部構造が直接行くことはできなくても計算で分かるんですということですね。この人が言うには、前さんたちらによって手を加えられたモデルは太陽系の外の方にある地球よりも小さかった凍ったりする、まあ、衛星ですね、や準惑星にも応用できるとか、まあ、同じようだってことですね。例えば冥王星の質量と同じ、大きさをモデルに当てはめてみたところ、冥王星の3分の1は、まあ、氷であると。ほとんどが水で、大量のアンモニアやメタンガスも含まれているということが示されたと。このモデルは遠く離れた太陽系の、外惑星の化学組成も地球に似たものであるという前提に立ったものだが、地球に近い複数の系において鉄やマグネシウム、ケイ素などの、酸素などの鍵となる元素の量から考えると道理にかなったものだということですね。しかし金属が豊富な領域であることは、少ない領域、で形成される惑星の内部構造にはおそらく異なるだろうと。これはちょっと難しい話だな。研究チームは今後この問題にも取り組むつもりであると。まあね、実際に地球っていうものについて中開けたことないけど、その中はやっぱり鉄とかニッケルなんですよ。大体鉄だろうって言われてますね。だから自転することによって磁場が生じてると。で、他の惑星系ともいろいろ調べてみると、この岩石惑星ですよ。木星とか土星ってのはちょっと組成が違うんですけど、こういうものは本当に表層の一部薄いところは完全にほら、ね、地殻と言われてる部分で、その下にはマントルっていうね、簡単に言うとね、これ硬いんです。マントルって硬いね、岩盤があって。岩盤じゃないんだな、マントルなんだな。そしてその下に、核と言われる外核。これはドロドロ溶けた鉄だと思ってください。それで、内核。これは固まった鉄。これは温度とかそういうことよりも、密度とか圧力がすごくて固まってるんですね。そういうものはあるってことなんですね。それが、全体のこの宇宙の中でやっぱり規則的な法則と同じように、分かってるっていうんだから、これは不思議なもんじゃありませんか。ということでございます。さあ、続いてのお話いきましょう。
天の川の向こうに隠されていた数百個の銀河を発見ということですね。これはよくわかることなんです。地球から見て天の川の背後に当たる天体は、これはね、まあ、簡単に星や塵に阻まれて可視光線では観測できないと。ね、明るすぎるんです、天の川はね。そうした塵などを見通すことができる、電波望遠鏡ですね、による観測で、天の川の向こうに2億5000万光年の距離に多数の銀河の存在が確認されたと。3分の1は、今回初めて発見されたこと。ちょっと僕はこれ疑問なんだけど、これ電波って簡単に言うけど、天の川の銀河っていうのは超してるわけでしょ。だから真ん中の方っていうのは、ブラックホールもあるわけで、これを通して見れたってとこあたりは、不思議ですね。まあいいでしょう。はい。これは、これはね、GO、西オーストラリア大学の、まあ、そのチームがですね、国際研究チームが、オーストラリア連邦科学工業研究機関の、パークス電波望遠鏡を使った銀河で、天の川の塵などを見通し、これまでに知られてなかった、天の川銀河の背後にある領域を調べたってことなんですよ。はい。観測の結果、約2億5000万光年という天文学的には非常に近いらしいですね。まあいいでしょう。距離にあるにもかかわらず、天の川の背後にあったために、これまで存在が隠されていた数多くの銀河が見つかったということです。このチームは、研究チームの観測、確認したのは合計883個の銀河を、そのうち3分の1が今回初めて、発見されたということですね。うん、相当の数ですね。この発見は、海蛇座とケンタウルス座の方向にある、巨大重力源。これは僕がさっき言ったですね。グレートアトラクターを説明する解になるかもしれないって。グレートアトラクター、そうなのかな、まあいいや。グレートアトラクターとは銀河系空間に見られる重力異常で、太陽一兆個に相当する重力によって、これ全くわからないぐらい気の遠くなるそうですね。天の川の銀河を含む10万個ほどの、銀河がそこに引き寄せられているということですね。1970年代に存在の兆候が指摘されて、80年代には、天の川銀河から約2億光年以内の大型の銀河はグレートアトラクターに向かう共通の運動成分を持つという研究成果が発表されたと。以降、この謎めいた正体を明らかにしようとする研究がされているということですよ。はい。で、このチームですね、オーストラリアチームの研究は、3つの銀河集団、これはね、NWI と NW1、NW2、NW3 と、新しい2つの銀河団、CW1、CW2 を含む複数の新たな構造を確認しており、さあ、全然わからなくなってきましたね。天の川銀河の動きの説明に役立つかもしれないと考えられると。1個の銀河には平均で1000億個もの星が存在していますと。地球から見て天の川の背後に数百個も新しい銀河が見つかったということは、これまで私たちのなかった大きな資料の存在を示しているってことです。これは南アフリカ、ケープタウン大学のなんとかさんという人が言ってるわけですね。はい。いや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 、そんな感じですか。はい。銀河とこれね、惑星のことをずっと言ったんですけど、まあ、宇宙ってのは、わかりやすく言うと、実際に行って調べるってことはほとんどできないんで、やっぱりある程度言うと、その物理の領域とかそういうことを推測をね、どうやってやるかってところで大体決まるんですよね。はい。まあね、いい時期になってきました。まあ、今度はね、3月9日の部分日食も近づいてきたんで、その話もね、ちょっと最後にして終わりしたいと思います。皆さん、日食に行かれる方、何度ですけど、これインドネシアは大変ですよ。インドネシア日食ってのは、はい。天候がね、本当に安全に3頭行くかどうかってこと非常に不思議なんで、問題なんで、うん。インドネシアの日食ってのはね、本当非常に、見づらいもんだと思ってください。やっぱり乾燥地区に行くのか、そうでなくて、雨季のそういう雨の多いところに行くのか、この辺のところのね、考え方をちゃんとした上で、うん、調べていかないとひどい目に遭うのが、この日食観測ですね。私もこの日食観測に関しては、五分五分です。ね、4勝4敗とかね、4勝3敗かな。まあそんな形で、ハワイで勝ったのが1個ありますけど、まあね、どこかだっけな、上海で負けてますしね、うん、そうですね、インドネシアは、ひどい目にあって、それで、まあメキシコは、うん、メキシコの時でしたね、あの時で。だからあとは、対日食成功してる、金環食成功してるとかね、まあいろいろあります。だから皆さんがやるときはそういうことも考えた上で、ちゃんと頑張って、見てください。はい。さあ、そういうことでね、日食の話もしました。今後もですね、星の話いっぱいやっていきます。ちょっと難しいものが出ます。優しいのが出たときは、できるだけ分かりやすいやつ、ミューちゃんに協力していただこうと思ってるんですけど、基本的にはその難しい話を優しく紐解く練習をしてますので、分からないでしょうけど、今のところね、今日僕なんかね、結構分からなかったです。
でもニュースがなかなかね、分かるニュースがないので、今星がいっぱい並んでるとかいろいろありますから、みんな見てください。水金地火木土天海の地球から見た、冥王星はないですけど、みんな写真撮れるという話です。さあ、ということでお話は終わりました。また来週ですね、皆さん星さんを見て、語りましょう。どうもありがとうございました。さようなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。